真っ当な姿勢に変えるため刷新構想を発表いたします。疑惑の解明と姿勢刷新、市役所内の公平な能力主義、適材適所の確立、これを実行いたします。情報開示の徹底として、原則すべての文書を過去の文も含めて黒塗り開示は行わない。そして市長報酬の半額返上、健全財政が確立するまで市長報酬の半額を返上いたします。健全財政の確立のためにすべての経費を全面的に見直して圧縮いたします。具体的には市長の交際費の削減、不公平な補助金の廃止、新職員の定数 30% 削減等を行いたいと思います。私の市政刷新構想の中で現在課題となっております問題、これをお示ししたいと思います。新庁舎建て替えについてでございます。文化の森公園において新庁舎が建設されるということが議案で通過いたしました。けれども公園整備費と合わせて3億5000万円もの税金がドブに捨てられるということでございます。現代の現代地で建てる場合でしたら、これがドブに捨てられることはなくて済むということで、私は現代地で建て替えることを進めたいと思います。次に、長らく問題となっております長子横断道路の推進でございます。現代のままでは全く道路が進まない状態、40年後に出来上がるというような話もあることでございます。私は県道30号線沿いと東金自動車道と高速道路、これをドッキングさせて銚子まで行くという高速道路に変換するという道路ですね、これを考えております。そうなると実現、飯岡漁港の有効性が高まり、観光の誘致も高くなるということで、現実的にこれが現在のその126号線沿いに作る道路よりも現実性が高い、有効性も高くなるということが言えると思います。で、私はこの県道30号線沿いの高速道路を推奨をしたいと思います。さて、今大騒ぎになっておりますところの三河蛇園連絡道路のことについて、考えていきたいと思います。これをご覧いただきたいと思います。税金の無駄遣いの最たるものということができる道路建設でございます。こちらはご覧いただきまして、わずかこの距離350メーターの間にトンネルが今3つございます。1、2、3、それにもう1本加えて、これが赤で示しましたところでございますね。4本目を作ろうということです。
のトンネルを作る意味は、そしてまあ道路もつながっておりますけれども、蛇の形をしたくにゃくにゃ曲がった道路に、わずか2キロでございます。その2キロのに対しての予算がトンネルをぶち抜いて完成させるのも含めて 25.5 億を費やそうとしております。この道路の建設の目的が2つございまして、井岡バイパスの混雑緩和、そして通学路の確保を挙げております。井岡バイパスはこの道路の一番端にございまして、混雑している姿は私は飯岡に参りまして10年でございますが見たことはございません。そしてもう一つの理由となっております通学路の確保を挙げております。この上にこのずっと上にあります小学校、廃校寸前でですね、この辺り子どもが歩いている姿も私は見たことはありません。この2つの理由を掲げて 25.5 億の申請を国県に挙げております。しかしながらそのうちの4億は旭市の再建でもって賄うということが含まれております。ほとんどが国から県からもらったものであると、もらうんだとというような意識を市長は持っております。 25.5 億も4億も21億も全部税金でございます。まずは私たちの所得から所得を国に、持っていかれて、そして帰ってくるのが交付金ということになりますから、税金は税金でございます。税金の有効活用がなされない典型的な例かと思います。